経文社ブックナビ。今日のナビゲーターは経文社商品部部長の児玉健壮さんです。児玉さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまず何をご紹介いただけますか。はい、今日はですね、西加奈子さんの小説で福笑いをご紹介したいと思います。これ帯を見せていただきますと、全国の書店員の方が絶賛って書いてますね。はい、これ言い過ぎですね。全国の一部の書店員が絶賛早いもので8月が終わろうとしています。2012年、今までの8ヶ月間にたくさんの小説を読みました。今日ご紹介するこの西加奈子さんの福笑いは、8ヶ月間で私が読んだ小説の中でナンバーワンです。これにかなう小説はありません。今日はこれをご紹介します。現代小説と言いましょうか、ミステリーでもなくて、主人公の方は25歳の編集者、出版社の編集をしている女性です。彼女の物語なんですね。福笑いというのは、この主人公のナルキドサダみたいな名前ですけど、ナルキドサダという主人公の女性が子供の頃に、福笑いというゲームをやってとても楽しかった。福笑いというのは、あるべきものがあるべき場所にあるという意味ですし、また別の言い方をすると、同じパーツでも配置が違うと全く違うものになってしまうというような重要なキーワードとして、この小説の中で福笑いというのは登場するんですよ。ナルキドサダという女性編集者は、父親が気候作家、旅をして、その旅で見聞きしたものを物語にするっていう作家、ナルキド映像で、そのナルキド映像っていうのは世界各国のいろんなところを回って、その物語を書いていた。ナルキドサダも一緒に父親と旅行していた時期もあるんですね。で、この映像っていう父親は、あるジャングルで川でですね、ワニに頭からガブッとかじられて死んでしまう。で、その亡くなった父親を自分の体の中へ受け入れようとして子供の頃に食べたということで、センセーショナルな女性として、父親の肉を食べた変な娘が大きくなって編集しているっていうのを周りの人は知ってたりするんですね。そういう中で彼女は編集者ですから、いろんな作家と付き合いをしていきます。ここに登場する作家は変な人ばっかりです。ですが、このナルキドサダさんはその作家たちに素晴らしい作品を書いてもらおうと思って献身的に尽くすわけです。で、その献身さんに胸を打たれたり、ナルキドサダの人となりに、感化されて素晴らしい作品をどんどん作っていく。最終的にどういうところへたどり着くかっていうところは言わない方がいいと思うんですけれども、いろんなものをこの小説から感じることができるんですが、生きる力って言いますか、破天荒ではありながら精一杯誠実に生きていくことの大切さを、このナルキドサダさんが小説の中で表現してくれているような、私は感じがしたんですね。西加奈子さんの福笑い、朝日新聞出版から1575円、8月の7日に出たばかりです。経文社ブックナビでした。